鋼でいけるんかな。え、違う？アユナは混乱している。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで他の4つの呪文を助けよう、4つの呪文を助けようってことやから、あ、なるほど、この4つってことか。 1,2,3,4 なるほどね。ってことで、ちょっとよし、ラテラルタウンに行こう。はい、空飛ぶタクシーで移動します。どっから行っても自由ってこと？じゃあラテラルタウンから時計回りに行くね、私。はい、ラテラルタウン到着。着いただけで満足したのに遺跡を見たらどうなるんだ？遺跡は今も無事なんですか？あ、そういえばなんか、ここのラテラルタウンの、この商店の右側のお兄さんが、クリア後に話しかけたらなんかくれるらしい。ほら。お、ジョーちゃん、チャンピオンになったんだってな。ささやかだが祝いの品だ。アイナ、ウルトラボールを手に入れた。ウルトラボールってなんなんやろ？ポケモンが捕まえにくい、ちょっと変わっ、え？捕まえにくい？これからもごひいきにしてくれよな。え、ガラクタじゃね？え、ガラクタじゃね？捕まえにくいボールとかいります？全くもって理解ができないわ、私には。とりあえず、ジムに向かいます。ここは、斎藤さんか。格闘や格闘、飛行で行こう。皆さん、もしや助太刀に来てくださった？あ、ネズさんもずっと一緒におるんやね。ま、付き合いですがね。どんな状況ですかね。今しがた観客の避難を終えて、これからダイマックスたちのもがいていたそうかと。よし、みんなで力を合わせるぞ。お心遣い、しみ入ります。相手は複数ですので、一人一匹ずつ、お相手よろしくお願いします。え、いっぱいおるの？マジで？では参ります。今のニコニコしとったのめっちゃ可愛かった。あれやね、斎藤さん、後ろ姿がちょっと拳みたいなんかな。え、私の相手はこいつってこと？ローブシン。よし、頑張るか。え、どうしよう、格闘相手。格闘相手、飛行の方がいいよね。多分。アーマーガーで行こう。よしよし。なんかここまでずっとさ、各ジムで4人で戦ってきよってけん、ちょっとなんかすごい緊張感が。いや、倒せるだろうけど。普通に倒せるだろうけど。え、格闘系よね。おーおーおお、自分もダメージ受けてるじゃねえか。よし、ここでダイマックスからのダイジェットで行こう。相手のタイプがわからないのにダイマックスするんですか。今一つ自分へのダメージも書いとんや。自分に効果抜群やったら最悪じゃない。そんなことあるんかな。まあ、でも技の種類と自分のタイプが一致しとるとは限らんけんあるんか。頑張れアーマーが。一発でいけるはずきっと。わからんけど。大ジェットー。さすがに一発は無理か。さすがに一発は無理か。まあ、でも効果抜群やね。よし。オッケーオッケー。待って、そこで雷とかやめてよ。まさかの雷技、覚えてる感じですか。いや、でもあと一発でいけるやろ、これ。よし、頑張ろう。大ジェット再び。はい、オッケー。二発やね。ふー、え、後のポケモンは誰なんやろ。同じポケモンかな、別のポケモン。皆さん感謝します。ダイマックスしてたポケモンたちはおかげさまで元のように落ち着きました。誰かは教えてくれんのか。彼らはこのスタジアムで保護いたしますのでご安心ください。アイナさん、今度は私が助け立ちします。困った時はお呼びください。おお、ありがとう。レアリーグカード。他に助けを求めている方がいるのなら言ってあげてください。ラテラルスタジアムの部屋は私が一生懸命守りますゆえ。うん、了解しました。シーソーコンビが大量の願い星手に入れたから、ダイマックスさせられたポケモン多くなったんだよな。これからもっと大変になりますね。
ダイマックスが暴れてるスタジアムは残り3カ所。テンポ上げていきましょう。了解。ってことで、リーグカード。リーグカードチェック。あ、かわいいやん。笑顔いいやん。強くなるには己よりも強い相手と戦うこと。勝てない相手でも相打ちを狙い全力を尽くす。厳しい両親に厳しすぎる教えは、チームリーダーとなった彼女の心を知らず知らずのうちに厳しく縛りつけ、笑顔を失わせたのであろう。そんなストイックな斎藤が満面の笑みを見せたのは、家族か相棒のポケモンか、それとも他の誰だろうか。え、人間じゃないのこれ。スーツ着とるように見えるけど。そういうポケモン？よくわからんけど。チャンピオンヒューヒューありがとう。なんかからかわれてるみたいな感じだけど。チャンピオン、ガラルを頼むぜ。守ります。ってことで、まあ、ラテラルタウン終わったし、次はアラベスクタウン。ここはなんか周りキノコいっぱい生えてるけん、あれやね。幻想的なところやね。ポプラさんのところや。あれでもここ、ポプラさんジムリーダー、もうあれよね、退いたんよね。ってことはアッコがおるってことか。あの、ビート。そういうことでしょ、きっと。助けてもらうの嫌がりそう。ああ、ほら、おるおる。でも、ジムリーダーっぽくない。普通にチャレンジャーって感じの格好なんやね、ずっと。あなたたち、ビート、ダイマックスは、僕が苦戦するとでも？エリートであり、フェアリータイプのジムリーダーの僕が。そういえばジムリーダーだったな。エリートかどうかは知らないけど。そこ言わんといてあげて。もしかしてですよ。今頃助けに来たとか。そもそもエリートの僕にサポートは必要ないのに。あ、もう解決したってこと？相変わらずだな。心配してきたんだぞ。面倒なジムリーダーです。今度のジムチャレンジも大変なことになりそうですね。ビートに変わってからのジムチャレンジとか大変そうなんか。オリーブさん騙されていいように使われていた僕。今こそ自分の生き方は自分で決めるのですよ。出始めにアイナさん、僕と勝負すべきです。あのさ、今そんな場合じゃないぞ。ほんとよ、解決したんやったらもう次の街に行きたいんですけど私。クイズ全問正解の坊や。行き急いでちゃダメさ。そういうことじゃないやろ。ビートはダイマックスポケモンを一人で3匹も沈めた。あんたらに時間をプレゼントしたようなもんさ。じゃあその時間を次の街に使わせて。そもそもビートの人生に他人が口を挟むのはなしさ。そんなこと言ってね。自分がビートの人生決めたようなもんじゃない？もっとも私はめちゃくちゃ影響を与えてやったけどね。自覚はありか。そういえばそうでしたね。まあまあまあ、さすが88歳、年の子ってやつですかね。88なんや。ポプラさんは関係ありません。これは僕のための戦いです。さあ、選択肢は一つ。イエスだけですよ。じゃあ分かったよ。戦うよ。生まれ変わった僕とポケモンたちの素晴らしさ、ちょっとだけ見せてあげますよ。見せたくて見せたくてしょうがなさそうやけどね。フェアリーってことは？何が効くんだっけ？悪？毒？なんかその辺やっけ？地面も効いた？わからん。ジムリーダーとしての毎日があなたよりも僕を強くしたのです。そこは。あ、地面も効くんか、やっぱり。よし。ん？ってこ？っていうかあれか、クチートは、フェアリーではなかったか、鋼か。だから地面が効くんだな。地弾だ。あと一発でやっつけれそうな気はするけど、エスバーンに変えておこうかな。火炎放射。あ、そっか、無限ダイナモか。無限ダイナにしとこう。ゴルーグやられそうな気がする。いけるかなと思ったけど、やっぱり2発は必要やったね。ここあれやろ、スタジアムの中とはいえ、ロビーやけん、ダイマックスはできんねやろ。できんね。はい、火炎放射で。次からの、フェアリータイプも無限ダイナでいけるんかな？いまいちよくわかっていない。もうすぐこのゲームも終わりが近いのに。
さないと。一応そのまんま行くわ。あ、しかい。多分、クッチーとだけタイプが違っとったはずないよね。あ、毒。毒を覚えとったわ。クロスポイズン。いけ。おい、一発ではないだと。まさかの一発ではないだと。予知するってことは避けるってことやろ？え、そもそも回復。マジか。絶対避けるやろ。なんで予知しとって避けんの？ちょっと意味がわからないんですが。しかも2回連続で攻撃できてしまったし。予知してから何か攻撃した？予知の意味とは？そういう感じ？怖い。ちょっと入れ替える私。何やっけ？ギャロップ？毒系別の他におらんねよね。エースバーンでいけるかな？いや、いけんか。雪かぶり。アーマーが、鋼でいけるんかな？違う？アユナは混乱している。どうだったかしら？苦手な方だったのか得意な方だったのかがよく思い出せない。逆やったら最悪なことになるけど。あ、効果抜群な方か。よかった。よかった。鋼の翼。かわいいな、ギャロップ。でもあれよね。あっちの夢川ポニータ、夢川ギャロップは、シールドの方しか出てこんのよね。なんか確かネギがないと。あなたはガラルの歴史で最も強いチャンピオンかもしれないね。マジでありがとう。でもまだまだ。あなたの実力、引き出した上で勝ってみせます。それは無理だね。確かね、ネギがないとがソードにしか出てこんくって、で、夢川ポニータが、何やった？シールドにしか出てこんって言ったような気がする。発売前に。いいな、夢川。絶対女子人気高いよね、あれ。お、グルーグレベル51、雪かぶりレベル46、エースバーンレベル76。イエーイ！もう何回も私にやられるね。あ、でももうなんか嫌味げな感じの表情ではない。あ、でも言いやることは嫌味げか。これは何かのミスです。だって僕はジムリーダーですよ。まあ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 。結構賞金高かったな。お。雪かぶり。おや、雪かぶりの様子が。ここあれやない？道中で見かけた、でっかいやつになるんやない？私がちょっとびっくりしたやつ、ほら。おめでとう、雪かぶりは雪の王に進化した。雪の王様ってこと？雪の王のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。雪の王樹氷ポケモン。大きな腕をハンマーのように振り下ろし、雪かぶりを狙う、ダルマッカの群れを、雪かぶりを狙うダルマッカの群れを追い払うってことかな。自分に進化するポケモンを狙うわけじゃないよね、別に。ちょっとびっくりした。お、冷凍パンチいいやん。他の技忘れよう。何がある？イバルはちょっといらんかな。よし、これで。はい、イバルを忘れて、はい、冷凍パンチ覚えた。よきよき。ありがとうございます。あなたをチャンピオンとようやく認められますよ。やっと？悔しいのですが、自分に足りないものが分かりました。僕はもっと強くなりますよ。フェアリータイプを極めますから。おお、君もくれるのね。なるほど、ありがとう。では、ジムリーダーとして、ジムスタジアムをきれいにします。ん？ジムリーダーが率先して掃除もするのか。今のポケモン勝負、ピンクがたっぷりだったじゃないか。そうだった？あれ、ポプラさんもくれるんや。ありがとう。見るね、二人ともの。ピンク要素あったかな？いかついのしかおらんかった気がするけど。ジムチャレンジの権利を奪われても、トーナメントに乱入したり、あいつ、たくましいな。まあ、たくましいところはいいと思う。ジムリーダーとして認められたのも、なんとなくだけどわかるぞ。ビートめ、正直うざいけど、トレーナーとしてはすごいよな。まあ、強い、真面目だからね。ポケモン勝負を見ていて、努力しているのは分かったぞ。
君たち、おしゃべりするなら紅茶でも用意しますかね。ここで。よーし、負けてられないぞ。次行くぞ、次。アイナ、他のとこで暴れてるダイマックスポケモンも早くなんとかしてあげるぞ。まあね、ここでは特にダイマックスポケモンとは戦ってないしね。残るポケモンスタジアムはあと2つですかね。次はキルクスターンかな。はい、リーグカードチェック。ポプラ何、なんか一緒におるんやけど2人。ジムチャレンジャーの権利を剥奪されたビーツ選手にジムリーダーを押し付けた。その割には毎日ジムスタジアムに顔を出し、あれこれ口とクイズを出し、芝居の練習をする。彼女が他人に望んだピンクとは何か、答えを考え続けてこそ自分の中に正解が生まれるといった彼女の昔のインタビューが一つの答えかもしれない。よくわからねえ。でもなんかこれビートめっちゃ出てくるやん、カードに。自分大好きそうやね。ジムリーダーだったポプラの任命で新しくアラベスクスタジアムのジムリーダーとなった。ポプラの厳しい修行で丸くなったとの評判。本人は否定も肯定もしていないが、サインを断らなくなった。おお、なるほど、サイン求められるんや。またトレーナーの実力も相当高まった様子。最近は乱入のパフォーマンスを求められ、ヘキヘキしているそうだ。マジで。どう求められるんかがよくわからんけど。まあでもね、ファンはいるということよね。めちゃくちゃ強い人だった。ありがとう。あんた本当に大したもんだよ。嬉しいね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、まさかのジム2つ目ダイマックスポケモンがおらんっていう事態やったけど、まあ、でもそんだけ強いんやね。他のジムリーダーは全然助け求めてきたのに。